皆さんこんばんは、マイッタガールのことみです。本日はラーメン寿司会やっていきたいと思います。今回はですね、なんととてもね天気も良くて、普段はね札幌方面のねラーメン屋さんをね回ってるんですが、今回は岩見沢に来ていました。こちらのねラーメン屋さんに来る前はね、ちょっと本当に暑くてソフトクリームも食べまして、そのね甘いものを食べた後にはしょっぱいものでしょということで、こちらのお店を紹介したいと思います。ということで今回紹介するお店はこちら、宇宙軒本店さんです。こちらのお店なんですが、 Facebook でもねすごく、ね、美味しいということで、馬力さんからの投稿もありまして、こちらのねラーメン屋さんに今回は来ていました。ということで早速中に入ってラーメンを食べていきたいと思います。それではレッツラーメン女子。ということでね、店内に入ってきました。結構、ね、静かな感じなので、今日はね静かめで行きたいと思います。そしてですね、先ほど私が頼んだのが、もう、ね、ボリュームがねすごい、めちゃくちゃね、チャーシューもねすごくこだわっているみたいで、そのチャーシューがねもうすごく満面にね乗ってるラーメンを注文しました。そしてですね、期間限定でこちらのねカレーラーメンもあるみたいですね。まあ今日はね初めての岩見沢の、ね、岩見沢で、ね、とても、ね、人気のこちらのラーメン屋さんに来てみたんですが、やっぱり、ね、札幌と違って街も人の感じも全然違いますね。先ほどねちょっとアイスをね食べたんですが、札幌って結構なんか別に悪いわけではないんですけど、人のつながりが薄いと言いますか、なんですけど、結構ねアイスもすごい立派なね、すごい見た目もすごいなんかインスタ映えしそうな可愛いアイスだったんですけど、そのアイスを見てね、ちょっとおじさんがね、もうそのアイスいいねみたいな感じで声かけてくれまして、なんかそういう感じもね、あすごいなんかいいなーとかって思いながら、このね岩見沢の街をちょっと車で走ってました。ではね、ラーメンを持っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、すごいすごいです。なんかチャーシューが何枚入ってるかわかんないですね。はい、ということで、もうラーメンたちが到着いたしました。もうね、ボリュームがね、めちゃくちゃすごいです。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。味噌のね、コクがね、めちゃくちゃ美味しいですね。で、後がね、ちょっとピリ辛になってるので、そのピリ辛さもいいね、アクセントになってるんで、めちゃくちゃ美味しい。で、こちらのスープ、豚骨系のね、スープみたいなんですけど、臭みが全くないので、ね、めちゃくちゃ飲みやすいです。うまっ。あ、ちょっとこれをめくると、見てください。野菜もめっちゃたっぷり入ってますね。うわ、すごい、もうチャーシューの大きさがやばいすごい、私の手と同じぐらい、すごいですね。もうね、香りもね、めちゃくちゃいいんですよ。では、いただきます。うまっ。このね、麺がね、もっちもちですね。と麺がね、すごく染みててめちゃくちゃうまいです。では次は野菜と一緒にいただきます。野菜はね、もやしと玉ねぎとあと長ネギが入ってますね。うん、うまっ。野菜はね、もうね、シャキシャキです。はい、ではね、続いてこちら大きいね、チャーシューをいただきたいと思います。うん、すごいね、ヘルシーなんですけど、ヘルシーの中にもしっかりジューシー感が残ってるチャーシューですね。
多分ね、味付けはしてないので、このね、コク深い味噌のスープとチャーシューの相性めちゃくちゃいいですね。では続いてこちら、チャーシュー丼をいただきたいと思います。チャーシューにね、ネギがね、混ざってますね。見えるかな、このぶら下がってるのがこれネギです。いただきます。うん、うまっ。こっちのチャーシューにもしっかり味付けされてます。醤油ベースなんですけど、すごいね、どんどん食べたくなるような味付けですね。このね、絶妙なこのチャーシューの味付け加減がね、最高です。うまっ。うん、はい、では続いてこちら、シューマイです。これも結構ボリュームがありますね。じゃあいただきます。めっちゃ入ってます。うん、この中のね、あんがめちゃくちゃうまい。うん、うまっ。では続いてからしを食べていただきたいと思います。うん、うん、辛味付けたら、うん、いい味変になってめちゃくちゃうまい。うん、うん、今日もですね、あの撮影する前にお電話させていただいたんですけど、比較的ね、空いてる時間帯この時間ですっていう教えていただいてこの時間帯に来たんですけど、やっぱりね、ゆなりさんもすごくね、人気なラーメン屋さんと出会って、お客さんがね、どん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 入ってくるんですよ。この人気っぷりがすごいですね。そしてね、このなんか札幌って結構 BGM すごい店内かかってるお店多いんですけど、 BGM かかってないので、いろんな方のラーメンのね、すする音がすごい聞こえるんですよ。あんまりね、人のすするなんか音ってあんまり聞く機会ないんですけど、豪快にずっと言ってるのがすごい聞こえて、なんか私ももっとうまくすするなきゃってね、思いますね。そしてね、こちらの麺も農産小麦を使っているみたいで、結構縮れ麺なんですけど、歯切りのいい縮れ麺っていう感じですね。うん、うまい。はい、ということでね、ご厚意に店主の方からなんとドリンクをいただいてしまいました。本当にね、ありがとうございます。もうね、本当にひっきりなしにね、お客さんがね、入ってくるのはとてもね、忙しいかと思うんですけど、こんなお手遣いまでしていただきました。皆さんね、ぜひ来てみてください。ではちょっといただきます。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、もうね、めちゃくちゃ美味しくて、とにかくね、もう見ていただいたら分かると思うんですが、もうボリュームが満点で、そしてあのこだわり抜いたスープ、あのね、後から来るね、ピリ辛さもね、すごくね、アクセントになっていて、とても美味しかったです。そしてですね、なんとお会計の際にですね、店主さんのご厚意で
お代はいらないですよということで、なんとね、そちらもね、サービスでいただきました。お客さんがね、比較的来ない時間を教えていただきまして、そちらの時間に来たんですが、それでもね、ひっきりなしにね、お客さんが来るほどね、すごく人気のラーメン屋さんで、とても忙しかったと思うんですが、そんなね、ところまでね、サービスいただいて本当にありがとうございました。こちらのね、岩見沢方面に来る機会ありましたら、こちらのね、宇宙圏さん、ぜひ皆さん来てみてください。ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。